で、いろいろこう遊んでみるっていうのも大事ですけどね。弾の位置ここに打っておいて、普通に打ったらどうなるかなとかさ、逆にこっちに置いてとかさ、いろいろ遊ぶのも大事です。どのぐらいの幅で曲げるんですか、アイアンとかだと。曲げ、や、必ずやっぱどっちかに曲げてみるとかするって感じですよね。どっちかやるっす。その曲がり幅ってどのぐらいですか、5ヤードぐらい。いやー、まああとはその風にもよるんで、10ヤードぐらい曲げるときもあるっす、やっぱり。曲げるときは球の位置ですか、スタンスと。その状況にもよりますけどね。前が上がってたらやっぱりただ振るだけでちょっとドローかかってくれたりするじゃないですか。だからそこまでこう大げさな動きはあまりしないです。大げさにすると、例えばものすごいフック打ちますって言って、超クローズでインサイドにこうやってフェースかぶせて上げて外に振って、もうほぼ引っ掛けのようなさ、こうやってフック打ちます。この動きを体一瞬でもやっちゃうと、次のホールティーグラウンド行って、あ、次フェード打ちたいなと思って、フェードの素振りはするけども、やっぱ体がそれを覚えちゃってるんで、下手したら逆球来るんですよ。だからさっき言ったように、あ、さっきドロー打ったな、フック打ったな、もう完全にフェードだなと思って、もう極端にこうやって素振りしちゃうんです。気持ち悪いぐらいです、こうやって。それからじゃないとそっちの球が今度絶対打てないですよ。だけどそれでもやっぱり曲がり幅がやっぱり2、3ヤードぐらいするじゃないですか。ね。なんかこうスイングをなんか一番すごいのってずっと同じ星野さんってあんまりこうスイング変動がないように感じるんですけど、維持するなんか秘訣ってあるんですか？私がどん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 調子が悪いと全然力が入ってみたりなんかいろいろこうなっちゃうんですけど。これ、ポイントとか、もっともっと。いっぱいあるよ、それは。どういうことを意識して普段の練習、例えば100球打つとしたら何球どういうベースの練習とかがあるんですか？まずもう俺は常識、もう常、俺の中の当たり前の常識、前重心、前重心、ケツ上げ、これどんな状況でもこの状態、これがやっぱ悪くなって疲れてくると、後ろ重心、ケツ下がりっまずてい練う習構のえ時になってる。アドレス気をつけて。俺はコースの中でもまずはかかと浮いてるようで、浮いてはないんだけど、ほぼ浮きそうなぐらいの前つま先でボールにこうやって向かってってんの、俺は。出る感じしますね。こうはいかないよ。そうでしょ。で、俺膝絶対こうやって伸びてるから、こうやって最初。膝伸びればあんまり後ろ重心にはならないよ。どんな傾斜でもそれ。意外とそうっす。基本的にも全部前ですか？基本的にそうっす。で入ってくるんですか？でもお尻を張る。そうすると背筋とか結構この辺意識しやすいですよね。後ろが張ってくるよ、全部。ルーティンで的にそこを意識することと他ないかな。とは何だろうな、俺は。片手打ちしてるじゃないですか、練習場で最初。左手バンバンみたいな。あれもベースですたまにね、ね。動きのたまにだよ。なんかこう自分の手の動きをチェックしてるだけ。フェースの向きと手の動きがどう動くかっていうのをこうチェックしてるだけ。星野さんでも毎日違う感覚があったりするんですか？あるよ、あるよ、ある。その感覚をやっぱ減らしたいから、ま、自分の中で100%正しいと思うこと、今の重心の位置とかは毎回全部同じようにする。そこがあれ違うんじゃないかな、ちょっとかかとでもいいんじゃないかなとか思い始めたら、やっぱもうバラバラになっていくから、悪くてもそこはまず絶対一緒みたいな。で、一緒と思って構えるんだけど、やっぱ体の疲労とか疲れとかでね、やっぱどうしてもケツが下がる。で、ケツ上げようとするとちょっと腰に違和感が来るとかね。そういうのはやっぱりもう体が張ってるから、
いい立ち方しようと思ってもできない。体もやっぱりいい状態じゃないといいアドレスはできない、いいスイングはできない。めちゃくちゃ参考になります。そうか、で、行かれる時もつま先なんだ。で、お尻がいつも張ってる感覚でも立ってるんですよ、行かれる時も。やっぱ土台がしっかりしてないと。そっからバックスイングの時にその重心はどう移動するんですか。あ、若干後ろ行きますよ。そのバックスイングでは、はい、そのかかとの右の足のかかとの方には来る、はい、前にいるけどバックスイングした時にはやっぱりちょっとかかとも踏みます、はい、そっからは、でそっからは僕は左足のつま先結構踏むっす、はい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 、あの切り返してね、うん、はい、そっからこう、それあんまりやらない。まあトップから切り返しで踏むじゃないですか、踏んだら今度普通だったらねこうやって出てくるんですよ、何も考えないで振ってたら、はい、当然お腹こうやって出てきますね。これを僕はフィニッシュでこういうフィニッシュって絶対やらないです、はいはい、これはタイガーもそうなんです、うんうん、タイガーもこんなフィニッシュは絶対しないです、はいはい、なのでやっぱ力がここに溜まるように僕は内側に股関節を内側に内旋するです、はいはいはい、それと同時に内旋と同時に蹴れるんで、するとインパクトでいい時はこうやってなるようなイメージです。ジャンプする感じになるんだ。ジャンプはしないですけど僕は支えちゃってるから浮いてくるみたいな感じです。それはやっぱり触れてる時ですか。触れてる時はそうなる。でこれが悪い時はやっぱりこれが先に後ろ行くっすよ、力が。でこうやってめくれていくっすよ。あ、そっちも、うん、めくれるってことは当然こっち側が内旋して蹴りに入ってもこっち側が後ろにこうやって引けてってるんですよ、うん、はい、はい、そしたらボールがここにあるのにこうやって引けてる、インパクト入っちゃうんで、うん、いい球出ないですよね。これはそれ曲がる、曲がる、当然下からも来るし、手で追っかければ右にピュンっていっちゃうし、うん、